ストを招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしているのはこの方々、エブリングのお二人です。よっ、どうも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 こんにちは。どうもこんにちは。はい、座んなさい座んなさい座んなさい。こんにちは。座んなさい座んなさい座んなさい。あふれんばかりの元気ですけど座んなさい。失礼します失礼します。では一人ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ木戸さんから。はい、エブリングの木戸いぶきです。よろしくお願いいたします。そしてはい、エブリングの山崎エリーと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、お二方初登場でございましてですね、なんとまだ10代のお二人。いやらしい顔しますね。10代ですよ。10何歳？6歳です。おじさん41歳になるの。負けないもん、負けないぞ。よろしくお願いいたします。ではお二方のですね、簡単なプロフィールなんか見てみましょうかね、はい、まずはどっちかでんやろうか。ドンドン。はい、木戸さん、はい、あら、趣味が綿棒集め。綿棒集めです。はい、そうなんですよ。私すごい自分の耳掃除をすることがすごい大好きな女の子でして、はいはいはい、女の子でして。いろんな種類の綿棒を集めているんですけれども。そんなあります？いろんな種類。はい、黒い綿棒、黒い綿棒、色ね、白い綿棒、あとドリル型の綿棒が。あー、なんかあるよね、ここにやってるやつね。はい、あと先がすごいとんがってる感じの、あの綿棒が、はい、今綿棒のモノマネですよね。綿棒のモノマネ。綿棒、綿棒のすごい。そうかそうか、ご自分でお気に入りとかあるんですか？あ、私はあの赤ちゃん用の綿棒っていうのがあるんですけど、すごい細長いやつなんですけど、ベビー綿棒、ベビー綿棒なんですけど、それがすごいお気に入りです。おお、そうなんや。やっぱ違うんですか、ちょっとやってみると。はい、違うんですよ。ぜひ、あの鷲崎さんもぜひ。はい、あ、分かりました。急にベビー綿棒のプロモーションされたんで。わがちょっと試してみますね。さあ、続きましては、はい、山崎さんの、私です。はい、なんすかこれ。カタカナだらけですね。趣味がハープ、はい、特技がクラシック、バレエ、フラフープ、はい、ハープってこのこれです。これですよね。これです。ほんまにやってる。ハープほんまにやってる人の動きやと思えないですけど。それをほんまにいくつからやってるんですか？ちょこちょこ習っていて、うん、ちょこちょこ習ってはやめ、習ってはやめですか？問題児ですよ。クラシックバレエを3歳の頃から習ってたんですけど、はい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 、でクラシックバレエでその発表会とかが忙しくて、うん、ハープをこうちょこちょこやってはやめ、あ、なるほど、ね、でもやりたくなってまたやってはやめっていうことで、はいはい、続けたかったからね、はい、そうなんです。まあでもバレエ、ハープとともにちょっとあんまよくわかんないですよね。ハープ教室があるんですね。あるんですね、世の中にね。はい、フラフープしかわかんないですね。僕ら接点フラフープのねえ、はい、フラフープね、うわーって言ってわーってね。600回できますよ。600回、600回もできんの？ぐるん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 やります。飽きへん？飽きません。どれくらい途中でかかるんだろう。ね、3桁以上回したことは多分ないと思うんであれですけれど、はい、まあ、そんなお二方ですね、お呼びして今日はいろいろとデビューシングルのお話など、伺っていきたいと思いますが、まずはですね、エブリングのお二人のことをより知るために一問一答にチャレンジしていただきたいと思います。気になる答えの方は後で振り返りますのでですね、お二方、木戸さん、山崎さんの順番でポンポンと答えてください。はい、それでは参りましょう。質問スタート。結成秘話を教えてください。ダンスレッスンです。おこ、うん、おー、追いつかない追いつかない。ズバリ、エブリングって一言で言うとどんなユニットですか？せーの、可愛く元気で個性的。順番や言順番や言ったでしょ。お互いから見たお互いの印象を教えてください。ふわふわ、はっちゃけ。ではユニット内のルールなどがあったら教えてください。せーの、悩み事はすぐ相談。だからルール1個ですよ。順番にお答えください。ではユニットの活動を通して特に印象に残ってる出来事があったら教えてください。 MV 撮影、おいさなんか餅つきみたいですよ。 MV 撮影、おいさでは、エブリングとしての今後の夢を教えてください。バスツアー、一つにとらわれない。おお、はい、ではこちらの代表者が
お答えください。改めてリリース情報を教えてください。はい、10月8日水曜日に私たちのデビューシングル夢色学院国が発売になります。はい、ズバリどんな曲ですか？あの明るくてみんなが楽しめる曲です。はい、はい、こんな元気な効果はありません。はい、レコーディング秘話があったら教えてください。バリエーション、ハイテンションで歌う。では最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんにメッセージをお願いします。あの、よろしくお願いいたします。今かい？はい、多くの皆さんに知っていただきとうございます。とうございます。はい、終了。一個ずつ聞いてみますけども、結成秘話がダンスレッスン、うん、これどういうことでしょう？ダンスレッスン、はいはい、あのデビューする前に事務所であの、うん、ダンスレッスンを受けていたんですけれども、うん、その時に私たち二人で、うん、あのストレッチをね、うん、あのそうそうしていたんですけど、あんまりにもキャッキャキャッキャしてて、うん、でもなんかねテンションいっぱいになっちゃって、うん、で終わった後に木戸山崎ちょっと来てって言われたんですよ、うんうん、あ怒られるなって、うんうん、そう思って、うん、で行ってみたら、うん、こうエブリングとして、うん、こうなんかこう二人でユニットを組みますよというお話をいただき、うんうん、という流れでございます。怒られてへんねや。怒って言いましたけど、ほんまは怒られてないんですね。怒られてない、怒だと思った。怒だと思った。どうしようかな。ユニットの活動を通して特に印象に残っているということがあったら、木戸さんが MV 撮影、はい、山崎さんがオイサーということです。はい、MV 撮影、はい、長野県で、ミュージックビデオを撮ったんですけれども、うん、2日間かけて、撮りまして、うん、すごい2日間ずっと、エリーちゃんと一緒に入れたのがすごい嬉しかったです。仲良しなのね、ユニットでね。なんか夜寝るホテルとかでも、2人とも別々の部屋だったんですけど、ちょっと遊びに行きたいなと思ってて、はい、でもちょっとエリーちゃん寝ちゃったんだよね。ちょっと寝ちゃったし、山崎さんはもうその時点でお休みだったわけだ。寂しいね。うん、でももう寝ちゃってたんです。あれ？どっちが？え、だお互い寝ちゃってたんです。誰が行こうとしたの？え、ごめん。三人目のエブリングが出てる可能性が俺今。え？ジョチュストリックバカ。違うやん。お互いよく寝たってことでいいかな。はい、おいさーは何？あのですね、エブリングで初めてイベントを行ったのが北海道だったんですよ。で北海道のそのイベント終わりにご飯を食べに行って、でイクラ丼を食べに行ったんですけど、美味しくて、その時に店員さんがおいさーおいさー、それを二人で、あの動画で撮ってました。おいさーを、あ、じゃあおじさんのやつは間違いじゃなかったよね。エブリ撮影オイサーのオイサーいくらかかけられてたわけだ。いくらです、ね、はい。おー、なるほどね。まあ、結成してそんな経ってないんですけども、まあ、いろんな、ね、ことをやってきたと思いますけど、まずはやっぱりこうデビューシングルですね、夢色学院効果でございますけれども、はい、はい、MV がすごい可愛いんですよね。はい、ありがとうございます。あの制服をすごい着ておりまして、はいはいはい、2人合わせてね62着です。62着着ております、はい、1人31着すごい。だからね、曲の間でもポン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 って変わってるから、はい、撮影中はもう何が何やらでしょう、だってそうですね、うん、はい、もうなんか着替え、はい、出て、はい、まだ着替え、はい、出て着替え、そうですよね。あのジャンプして、はい、くるくるくるってこう2人がジャンプしてる間にこうカメラがこうぐるーって360度回るとこがあるんですよ。でその間にあの2人の服がポン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 って変わるとこがあるんですよ、はいはい、そこなんかだからジャンプして、はい着替えまーすって、また着替えてみて、ジャンプで、はい着替えまーすって出てきて、私何やってんやろと思うよ。何中なんかが分からへんけど、途中からちょっとあーって思いました。意識が意識飛ぶぐらい着替えてるんです、お二方ね。すごい楽しかったです。はいね、楽しい仲良さそうなお二人と、その雰囲気とですね、あと本当に可愛らしい映像でございますのでですね、こちらは文化放送チュアイドジプラスで放送中の木戸いぶきエリーちゃんのイメール学園ドキドキ参観日というですね、片っぽにはちゃんがついてるけど片っぽは呼び捨てというこの私もこれ素晴らしいですね。これなんでなのかよく分かんないんですけど、ちょっと大人の方が来たら大人がそう決めたんですよね。なんやねんってね。いいじゃなかったらおっちゃんが言うたるから。キングさんから出るんですね、メジャーお試し版 CD でございましてですね、皆さんにお試ししていただきたいと、はい、いうことでございますが、じゃあですね早速、曲の方お聴きいただきたいと思います、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします、はい、せーの、エブリングで夢色学院効果。
ゲストのアイドルグのお二人と一緒に目向けにそれぞれある絵のお題が出されます。皆様ですね、自分に出されたお題の絵ですね、制限時間30秒で手元のスケッチブックにフルカラで書いてください。お互いの絵のお題を当たるために5秒の告知タイムゲットでございますと、はい、ことでございましてですね、はい、こちらにドドンとお題がございますので、どれでも好きなやつを絵引いてください。バラララルラバラララルラバラララルラ引いてました引いてました引いてましたやばい。さあ、じゃあ、はい、人に見えないように、見てくださいね。わー、これ難しいな。難しい。難しそうですか。さあ、行きますよ。制限時間30秒でございます。行きます。よーい、スタート。うわー、こりゃ難しいな。さあ、おじさんはね、すぐ劣っちゃうんですよ。笛とか太鼓ですぐ劣っちゃうんですよ。さあ、あー、でも上手いじゃないですか。猫になっちゃいましたけど、猫になっちゃいましたね。いやーって言ってますけどね。3、2、1、試合終了。さあ、まずは山崎さんが見せてください。ドン。はい、あ、これは分かるじゃないですか。あっちですよね。あっちの方だと分かりますよね。今、せーの言いますよ。せーの、ザリガニ。正解。おー、素晴らしい。お上手、捉えてらっしゃる、ね、ポイントをね。さあ、続きまして、じゃあ北さん見せていただいていいですか。どうなってるんでしょうね。どんな自然に生まれたら、何から敵を守ろうとしたらこうなるんでしょうね。これはちょっとこれ分かりました。どうですか、あれからじゃあ、まあファーストであれからと思いやすい。お願いします。せーの、シママ。やったー、正解です。はい、シマですからね。そうですね、ただ犬みたいですけどね。でも、よかったです。よかったですね。さあ、メイン部長ドン。何がどうなってんねん。私は何がどうなってんだろうって。これ何がどうなってんねん。タバコ持ってますね。いや、なんかこれはただのイメージです。イメージ、わかる、わかる、これ、どう、わかりました。なんとなく、でもいきますよ、二人でせーのでいきますよ。せーの、バイク。さあ、バイクです。バイク、木戸さん、そう、山崎さんは人間。人間以外の要素いっぱいありましたけど。さあ、答えがバイク人間であれば正解ですが。さあ、メインさん、いかがでしょう。バイクです。あ、半分ですね。半分正解。まあ、ええか、人間って広い枠で言いましたね。さあ、まだお時間ある。もう一問ぐらい行きたい。もう一問ぐらい行きたいです。さあ、お題の方聞いてください。ラン。さあ、行きますよ。これ難しいな。難しい。さあ、キャスターめくっておいた方がいいんじゃないですか。行きますよ。そうですね、行きます。よい、スタート。こりゃー、なになに。グループアイドルなんでしょうな。あ、時間見てなかった。さあ、それぞれにいい絵を描いてますね。それぞれにいい絵ですよ。あと5秒。4、3、2、1。はい、終了。なんか描いてる間、山崎さんなんか高い音でなんか変なことをにゃーとかあーとか言ってますけども、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。さあ、じゃあ見せてください。どうぞ。はい。あっちかなあいつでええんかな。あいつでええんよな。さあ、じゃあせーので、おね、木戸さんが相方を信じられへんみたいな。信じてますよね、はい、言いますよ。せーの、ドラキュラ。はい。あー、よかった。でもなんかこのピンクのやつなんだろうって思ったら、そうですよね、血ですか、血ですか。赤あんのに。そうなのに。あと屈託のない笑顔ですね。のびのび、のびのび育ちました。ペンシルバニアでものびのび育ちましたけど。さあ、じゃあ木戸さん。あ、はい、ヘイタン。なんだ。なんだ。でもちょっと見てくださいよ、はい、赤い車ですよ。赤い車ですね、はい、これでいいのかな。赤いことと車であることしかヒントないですけど、あれでいいのかな。いきますよ、いきますよ、はい、せーの、救急車。あ、
分かれましたんで。さあ、木戸さんお答えの方は。消防車です。消防車でした。いやー、でも惜しいね。惜しいとかないです。惜しいとかないです。正解は当てるやつなんで惜しいとかないです。さあ、メインさん、はい、入れましょう。ドン。いい絵ですね。いい絵ですね。さあ、じゃあお二人でお答えいただきますよ。せーの、お化け屋敷。さあ、何でした？答えはお化け屋敷。お化け屋敷。お化け屋敷で血を吐く。お化け屋敷と幽霊という答えでしたけど、下のやつもお化けみたいですけど、それは どこまでがお化けなんですかね。これがお化けで、これ驚いてるんです。こいつお化けじゃないですか。なんか見えたんだ。さあ、ということでございまして、でもなんとですね、告知タイムは30秒ということで結構長い時間ゲットいたしましたので、じゃあ僕がおじさんがしっかり測りますので、はい、いきますよ。お願いします。よーい、スタート。はい、10月8日に私たちのデビューシングル、夢色学院国歌が発売となりました。すごい明るくていい曲なので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、はい、はいはい、ですね、CD を購入していただくと、リリースイベントのサンキュー公演にも、参ることができますので、ぜひいらしてください。はい、うん、そしてあさって10月18日にですね、私たちが出演しているアニソン一番というライブが大阪にて開催されます。はい、さらに11月2日に小倉でも行いますので。終了。今ちゃんと捉えましたか？わしざきなんか抜かんでええねん。何しとんねん。今の山崎エリー抜かんの何を抜くねんの。ねえ、バッチリ見てました。バッチリ見てました。ねえ、すいません。どこまで言いました？どこまで言いました？アニソン一番が開催されます。チケットハイパー発売。いや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 これ終了したよ。このチケット一般発売、ひらがな深いですね。チケット一般発売中。せーの、会いに来てね。ここまでは言っちゃダメなんです本当は。でもまあここまで言ったんですもんね。ほぼ覚えました、はい、他に言わなあかんことない。大丈夫です。大丈夫です。皆さん、じゃあおおむね OK ということでいいですか？おおむね OK ですか？なんやねん、反応ないやんか。もう一回言おうか。CD が発売と、はい、うん、そして、リリースイベントのサンキュー公演があります。ありますと、ありますと、そして、アニソン一番が大阪と北蘭で開催されます、うん、はい、で終わりです。会いに来てください。チケットいっぱい発売中でございますから、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということでございまして、短い時間でしたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、ゲストですね、エイブリングのお二人でした。以上、特別聴曲員からの報告でした。ゲストを招きしてお話を伺う特別聴曲員からの報告、報告をしているのはこの方々、エブリングのお二人です。よっ、はい、どうも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 こんにちは。はい、どうもこんにちは。はい、座ってください、座んなさい、座んなさい。こんにちは。座んなさい、座んなさい、座んなさい。あふれんばかりの元気ですけど、座んなさい。失礼します。はい、では一人ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ木戸さんから。はい、エブリングの木戸いぶきです。よろしくお願いいたします。そして、はい、エブリングの山崎エリーと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、お二方初登場でございましてですね、なんとまだ10代のお二人。いやらしい顔しますね。10代ですよ。10何歳？6代です。おじさん41歳になるの。負けないもん、負けないぞ。よろしくお願いいたします。ではお二方のですね、簡単なプロフィールなんか見てみましょうかね、はい、まずはどっちか出んやろうか。ドンドン。はい、木戸さん、はい、あら、趣味が綿棒集め。綿棒集めです。はい、そうなんですよ。私すごい自分の耳掃除をすることがすごい大好きな女の子でして、はいはいはい、女の子でして。いろんな種類の綿棒を集めているんですけれども。そんなあります？いろんな種類。はい、黒い綿棒だったり、黒い綿棒、色ね、白い綿棒、あとドリル型の綿棒が。あー、なんかあるよね、ここにあるやつね。はい、あと先がすごいとんがってる感じの、あの綿棒が。今綿棒のモノマネですよね。綿棒のモノマネ。綿棒綿棒の綿棒。すごい。そうかそうか、はい、ご自分でお気に入りとかあるんですか？
あ、私はあの赤ちゃん用の綿棒っていうのがあるんですけど、すごい細長いやつなんですけど、ベビー綿棒、ベビー綿棒なんですけど、それがすごいお気に入りです。おお、そうなんや。やっぱ違うんですか、ちょっとやってみると。はい、違うんですよ。ぜひあの鷲崎さんもぜひ。わかりました。急にベビー綿棒のプロモーションされたんで。まあ、ちょっと試してみますね。さあ、続きましては、はい、山崎さんの、私です。はい、なんすかこれ。カタカナだらけですね。趣味がハープ、はい、特技がクラシック、バレエ、フラフープ、はい、ハープってこのこれです。これですよね。これです。ほんまにやってる。ハープほんまにやってる人の動きやと思えないですけど。それをほんまにいくつからやってるんですか。ちょこちょこ習っていて、うん、ちょこちょこ習ってはやめ、習ってはやめですか。問題児ですよ。クラシックバレエを3歳の頃から習ってたんですけど、はい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 、でクラシックバレエでその発表会とかが忙しくて、うん、ハープをこうちょこちょこやってはやめ、あ、なるほど、ね、でもやりたくなってまたやってはやめっていうことで、はいはい、続けたかったからね、はい、そうなんです。まあでもバレエ、ハープとともにちょっとあんまよくわかんないですよね。ハープ教室があるんですね。あるんですね、世の中にね。はい、フラフープしか分かんないですね。僕ら接点フラフープのね、はい、フラフープね、うわーって出てわーってね。600回できますよ。600回もできんの。ぐるん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 やります。飽きへん。飽きません。途中で ね、3桁以上回したことは多分ないと思うんであれですけれど、はい、まあ、そんなお二方ですね、お呼びして今日はいろいろとデビューシングルのお話など、伺っていきたいと思いますが、まずはですね、エブリングのお二人のことをより知るために一問一答にチャレンジしていただきたいと思います。気になる答えの方は後で振り返りますのでですね、お二方、木戸さん、山崎さんの順番でポンポンと答えてください。はい、それでは参りましょう。質問スタート。結成秘話を教えてください。ダンスレッスンです。おこ、おお、追いつかない、追いつかない。ズバリエブリングって一言で言うとどんなユニットですか。せーの、可愛く元気で個性的。順番や言順番や言印象になる。お互いから見たお互いの印象を教えてください。ふわふわ、はっちゃけ。ではユニット内のルールなどがあったら教えてください。せーの、悩み事はすぐ相談。だからルール1個ですよ。順番にお答えください。ではユニットの活動を通して特に印象に残ってる出来事があったら教えてください。 MV 撮影、おいさなんか餅つきみたいですよ。 MV 撮影、おいさではエブリングとしての今後の夢を教えてください。バスツアー、一つに、一つにとらわれない。おお、はい、ではこちらの代表者がお答えください。改めてリリース情報を教えてください。はい、10月8日水曜日に私たちのデビューシングル夢色学院国歌が発売になります。はい、はい、ズバリどんな曲ですか。あの明るくてみんなが楽しめる曲です。はい、はい、こんな元気な効果はありません。レコーディング秘話があったら教えてください。バリエーション、ハイテンションで歌う。では最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんにメッセージをお願いします。あの、よろしくお願いいたします。今かい。はい、多くの皆さんに知っていただきとうございます。はい、終了。1個ずつ聞いてみますけども、結成秘話がダンスレッスン、うん、これどういうことでしょう。ダンスレッスン、はいはい、あのデビューする前に事務所であの、うん、ダンスレッスンを受けていたんですけれども、うん、その時に私たち2人で、うん、あのストレッチをね、うん、あのそうそうしていたんですけど、あんまりにもキャッキャキャッキャしてて、うん、でもなんかねテンションいっぱいになっちゃって、うん、で終わった後に木戸山崎ちょっと来てって言われたんですよ、うんうん、あ、怒られるなって、うんうん、そう思って、うん、で行ってみたら、うん、こうエブリングとして、うん、こうなんかこう2人でユニットを組みますよというお話をいただきという流れでございます、うんうん、怒られてへんねや。怒って言いましたけどほんまは怒られてないんですね。怒られてないだと思った。怒だと思った。どうしようかな。ユニットの活動を通して特に印象に残っているということがあったら、木戸さんが MV 撮影、山崎さんがオイサーということ、オイサー、
はい、MV 撮影。はい、長野県で、ミュージックビデオを撮ったんですけれども、うん、2日間かけて、撮りまして、すごい2日間ずっと、エリーちゃんと一緒に入れたのがすごい嬉しかったです。仲良しなのね、ユニットでね。なんか夜寝るホテルとかでも、2人とも別々の部屋だったんですけど、ちょっと遊びに行きたいなって思ってて、でもちょっとエリーちゃん、寝ちゃったし矢崎さんはもうその時点ではお休みだったわけだ。寂しいね。でも、もう寝ちゃってたんです。あれどっちが、お互い寝ちゃってたんです。誰が行こうとしたの。ごめん3人目のエブリングが出てる可能性が俺今女子ストリックバカ違うやお互いよく寝たってことでいいかな。おいさーは何、ですね、エブリングで初めてイベントを行ったのが北海道だったんですよ。で、北海道のそのイベント終わりにご飯を食べに行って、で、イクラ丼を食べに行ったんですけど、イクラ丼、美味しくて、その時に店員さんがおいさーおいさーそれを二人で、動画で撮ってました。おいさーを、あ、じゃあおじさんのやつは間違いじゃなかったよね。エブリ撮影、おいさーのおいさー、イクラがかけられたわけだ。イクラです、はい。おー、なるほどね。まあ結成してそんな経ってないんですけども、まあ、いろんな、ね、ことをやってきたと思いますけど、まずはやっぱりこうデビューシングルですね、夢の学院効果でございますけれども、はい、はい、MV がすごい可愛いんですよね。はい、ありがとうございます。あの制服をすごい着ておりまして、はいはいはい、2人合わせてね62着です。62着着ております、はい、1人31着すごい。だからね、曲の間でもポンポンって変わってるから撮影中はもう何が何やらでしょ、だってそうですね、もうなんか着替え、はい、出て、はい、まだ着替え、はい、出て着替え、そうですよね。あの、ジャンプして、くるくるくるってこう、2人がジャンプしてる間にこうカメラがこうぐるーって360度回るとこがあるんですよ。で、その間にあの2人の服がポン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 って変わるとこがあるんですよ。はいはい、そこなんかだからジャンプして、はい、着替えまーすって、また着替えてみて、ジャンプ、はい、着替えまーすって出てきて、私何やってんやろと思うよ。何中なんかが分からへんけど、途中からちょっとあーって思いました。意識が意識飛ぶぐらい着替えてるんです、お二方ね。すごい楽しかったです。はいね、楽しい仲良さそうなお二人と、その雰囲気とですね、あと本当に可愛らしい映像でございますのでですね、こちらは文化放送チュアイドジプラスで放送中の木戸いぶきエリーちゃんのイメール学園ドキドキ参観日というですね、片っぽにはちゃんがついてるけど片っぽは呼び捨てというこの私もこれすごい気になってました。これなんでなのかよく分かんないんですけど、ちょっと大人の方が、来たら大人がそう決めたんですよね。なんやねんってね。言いづらかったらおっちゃんが言うたるから。キングさんから出るんです、メジャーお試し版 CD でございましてですね、皆さんにお試ししていただきたいと、はいはい、いうことでございますが、じゃあですね、早速、曲の方お聴きいただきたいと思います、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします、はい、せーの、エブリングで夢色学院効果。ゲストのエブリングのお二人と一緒に向けにそれぞれある絵のお題が出されます。皆様ですね、自分に出されたお題の絵ですね、制限時間30秒で手元のスケッチブックにフルカラーで描いてください。お互いの絵のお題を当たるために5秒の告知タイムゲットでございますと、はい、ということでございましてですね、はい、こちらにドドンとお題がございますので、どれでも好きなやつを絵引いてください。バラララルルラバラララルルラバラララルルラ引いてました、引いてました、引いてました。やばい、さあ、じゃあ、はい、人に見えないように、見てくださいね。わあ、これ難しいな。難しい。難しそうですか。さあ、いきますよ。制限時間30秒でございます。いきます。よーい、スタート。うわあ、これは難しいな。さあ、おじさんはね、すぐ劣っちゃうんですよ。笛とか太鼓ですぐ打っちゃうんですよ。さあ、でも上手いじゃないですか。猫になっちゃいましたけど、猫になっちゃいましたね、いやーつってますけどね。3、2、1、試合終了。さあ、まずは山崎さんの見せてください、ドン。さあ、じゃあ、はい、人に見えないように、見てくださいね。わー、これ難しいな。難しい。難しそうですか。さあ、いきますよ、制限時間30秒でございます。いきます、よーい、スタート。うわー、これは難しいな。さあ、おじさんはね、
すぐ劣っちゃうんですよ。笛とか太鼓ですぐ劣っちゃうんですよ。さあ、でもうまいじゃないですか。猫になっちゃいましたけど、猫になっちゃいましたね。いやーつってますけどもね。3、2、1、試合終了。さあ、まずは山崎さんが見せてください。ドン。はい、これは分かるじゃないですか。あっちですよね。あっちの方だと分かりますよね。今せーので言いますよ。せーの、ザリガニ。正解。はい、素晴らしい。すごい上手。お上手。捉えてらっしゃる、ね、ポイントをね。さあ、続きましてじゃあ北さん見せていただいていいですか。どうなってるんでしょうね。どんな自然に生まれたら、何から敵を守ろうとしたらこうなるんでしょうね。かわいい。なんかこれはちょっとこれわかりますか。どうですか。でもすぐあれかなって。じゃあまあファーストであれからと思うやつに行きましょう。せーの、シママ。やったー。正解です。はい、シマですからね。そうですね。ただ犬みたいですけどね。でも良かったです。良かったですね。さあ、メイン部長。ドン。何がどうなってんねん。私は何がどうなってんだろうって。これ何がどうなってんねん。タバコ持ってますね。いや、なんかまあこれはただのイメージです。イメージ。わかる、わかる。これどう、わかりました。なんとなくでもいい。いきますよ、二人でせーのでいきますよ。せーの、バイク。さあ、バイクです。バイク。木戸さん、そう、山崎さんは人間。人間以外の要素いっぱいありましたけど。さあ、答えがバイク人間であれば正解ですが。さあ、メインさんいかがでしょう。バイクです。半分ですね。半分正解。まあ、ええか。人間って広い枠で言いましたね。さあ、まだお時間ある。もう一問ぐらい行きたいです。さあ、お題の方聞いてください。ランさあ、行きますよ。これ難しいな。難しい。さあ、キャスめくっておいた方がいいじゃないですか。そうですね、行きますよい、スタート。こりゃなになに。グループアイドルなんでしょうな。時間見てなかった。さあ、それぞれにいい絵を描いてますね。それぞれにいい絵ですよ。あと5秒。4、3、2、1。はい、終了。なんか描いてる間、山崎さんなんか高い音でなんか変なことをにゃーとかあーとか言ってますけども、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。さあ、じゃあ見せてください。どうぞ。はい。あっちかな。あっちかな。あいつでええんかな。あいつでええんよな。さあ、じゃあせーので。おね、木戸さんが相方を信じられへんみたいな。信じてますよ。信じてますよね。言いますよ。せーの、ドラキュラ。はい。ああ、よかった。でもなんかこのピンクのやつなんだろうって思ったら、そうですよね。血ですか。血ですか。赤あんのに。そうなのに。あと屈託のない笑顔ですね。のびのび育ちました。ね。ペンシルバニアでものびのび育ちましたけど。さあ、じゃあ木戸さん。はい。ヘイタン。なんだ。なんだこれ。でもちょっと見てくださいよ。赤い車ですよ。赤い車ですね。はい。これでいいのかな。赤いことと車であることしかヒントないですけど、あれでいいのかな。行きますよ、行きますよ。せーの、救急車。あ、分かれましたね。さあ、木戸さん、答えの方は消防車です。消防車でした。いやでも惜しいね。惜しいとかないです。惜しいとかないです。正解当てるやつなんで惜しいとかないです。さあ、メインさん、見てみましょう。ドン。いい絵ですね。いい絵ですね。さあ、じゃあお二人でお答えいただきますよ。せーの、幽霊屋敷。さあ、何でした。答えはお化け屋敷。お化け屋敷。お化け屋敷で血を吐く。お化け屋敷と幽霊というお答えでしたけど、下のやつもお化けみたいですけど、それは どこまでがお化けなんですかね。これがお化け。
けでこれ驚いてるんです。こいつお化けじゃないですか。なんか見えたんだよ。さあということでございまして、でもなんとですね、告知タイムは30秒ということで結構長い時間ゲットいたしましたので、じゃあ僕がおじさんがしっかり測りますので、はい、いきますよ。お願いします。よーいスタート。はい、10月4日に私たちのデビューシングル、あの夢色学院国が発売となりました。すごい明るくていい曲なので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、はい、はいはい、ですね、CD を購入していただくと、リリースイベントのサンキュー公演にも、参ることができますので、ぜひいらしてください。はい、うん、そしてあさって10月18日にですね、私たちが出演しているアニソン一番というライブが大阪にて開催されます。はい、さらに11月2日に小倉でも行いますので。終了。今ちゃんと捉えましたか？わしざきなんか抜かんでええねん。何しとんねん。今の山崎エリー抜かんの何を抜くねんの。ねえ、バッチリ見てました。バッチリ見てました。ねえ、すいません。どこまで言いました？どこまで言いました？アニソン一番が開催されます。チケットハイパー発売、うん、いや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 これ終了したよ。このチケット一般発売、ひらがな深いですね。チケット一般発売中、せーの、会いに来てね。ここまでは言っちゃダメなんです、本当は。でもまあここまで言ったんですもんね。ほぼ言いました、はい、他に言わなあかんことない。大丈夫です、大丈夫です。皆さん、じゃあ概ね OK ということでいいですか？概ね OK ですか？なんやねん、反応ないやんか、もう一回言おうか。CD が発売と、はい、うん、そして、リリースイベントのサンキュー公演があります。ありますと、ありますと、そして、アニソン一番が大阪と小倉で開催されます。はい、で終わりです。会いに来てください。チケットいっぱい発売中でございますから、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということでございまして、短い時間でしたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ゲストですね、エイブリングのお二人でした。以上、特別聴曲員からの報告でした。ゲストを招きしてお話を伺う特別聴曲員からの報告、報告をしけるのはこの方々、エブリングのお二人です。よっ、どうも、どうも、どうも、こんにちは。どうも、こんにちは。座んなさい、座んなさい、座んなさい。こんにちは。座んなさい、座んなさい、座んなさい。あふれんばかりの元気ですけど、座んなさい。失礼します。では一人ずつ自己紹介お願いします。じゃあ木戸さんから。はい、エブリングの木戸いぶきです。よろしくお願いいたします。そして、はい、エブリングの山崎エリーと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、お二方初登場でございましてですね、なんとまだ10代のお二人。いやらしい顔しますね。10代ですよ。10代です。10何歳？6歳です。おじさん41歳になるの。負けないもん、負けないぞ。よろしくお願いいたします。ではお二方のですね、簡単なプロフィールなんか見てみましょうかね、はい、まずはどっちか出んやろうか。ドンドン。はい、木戸さん。はい、あら、趣味が綿棒集め。綿棒集めです。はい、そうなんですよ。私すごい自分の耳掃除をすることがすごい大好きな女の子でして、はいはいはい、女の子でして。いろんな種類の綿棒を集めているんですけれども。そんなあります？いろんな種類。はい、黒い綿棒だったり、黒い綿棒、色ね、白い綿棒、あとドリル型の綿棒が。あー、なんかあるよね、猫になってるやつね。はい、あと先がすごいとんがってる感じの、あの綿棒が。今綿棒のモノマネですよね。綿棒のモノマネ。綿棒。綿棒のモノマネ。すごい。そうかそうか。ご自分でお気に入りとかあるんですか？あ、私はあの赤ちゃん用の綿棒っていうのがあるんですけど、すごい細長いやつなんですけど、ベビー綿棒。ベビー綿棒なんですけど、それがすごいお気に入りです。おー、そうなんや。やっぱ違うんですか、ちょっとやってみると。はい、違うんですよ。ぜひ、わしざきさんもぜひ。はい、あ、わかりました。急にベビー綿棒のプロモーションされたんで。わかりました、ちょっと試してみますね。さあ、続きましては、はい、山崎さんの、私です。はい、なんすかこれ。カタカナだらけですね。趣味がハープ、はい、特技がクラシック、バレエ、フラフープ、はい、ハープってこのこれです。これですよね。これです。ほんまにやってる？ハープほんまにやってる人の動きやと思えないんですけど。それほんまにいくつからやってるんですか？はい、ちょこ
ちょこ習っていて、ちょこちょこ習ってはやめ、習ってはやめですか問題児ですよ、ね、なんかあの明るくてみんなが楽しめる曲です。はい、はい、こんな元気な効果はありません。はい、レコーディング秘話があったら教えてください。バリエーション、ハイテンションで歌う。では最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんにメッセージをお願いします。あのよろしくお願いいたします。今かい、はい、多くの皆さんに知っていただきとうございます。とうございます。はい、終了。一個ずつ聞いてみますけども、結成秘話がダンスレッスン、うん、これどういうことでしょう。ダンスレッスン、はいはい、あのデビューする前に事務所であの、うん、ダンスレッスンを受けていたんですけれども、うん、その時に私たち2人で、うん、あのストレッチをね、うん、あのそうそうしていたんですけど、あんまりにもキャッキャキャッキャしてて、うん、でもなんかねテンションいっぱいになっちゃって、うん、で終わった後に木戸山崎ちょっと来てって言われたんですよ、うんうん、あ怒られるなって、うんうん、そう思って、うん、で行ってみたら、うん、こうエブリングとして、うん、こうなんかこう2人でユニットを組みますよというお話をいただき、うんうん、という流れでございます。怒られてへんねや怒って言いましたけど、ほんまは怒られてないんですね。怒られてない、ね、怒だと思った、怒だと思った。どうしようかな。ユニットの活動を通して特に印象に残っているということがあったら、木戸さんが MV 撮影、はい、山崎さんがオイサーということです。はい、MV 撮影、はい、はい、長野県で、ミュージックビデオを撮ったんですけれども、うん、2日間かけて、撮りまして、うん、すごい2日間ずっと、エリーちゃんと一緒に入れたのがすごい嬉しかったです。仲良しなのね、ユニットでね。なんか夜寝るホテルとかでも、2人とも別々の部屋だったんですけど、ちょっと遊びに行きたいなって思ってて、はい、でもちょっとエリーちゃん寝ちゃったんだよね、ちょっと寝ちゃったし山崎さんはもうその時点ではお休みだったわけだ。お休みで寂しいね。はい、うん、でも、もう寝ちゃってたんです。あれどっちが、あれだだだだ、お互い寝ちゃってたんです。誰が行こうとしたの。え、ごめん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 、3人目のエブリングが出てる可能性が俺今、え、女中ストリップバカ違うやお互いよく寝たってことでいいかな。はい、おいさーは何。あのですね、エブリングで初めてイベントを行ったのが北海道だったんですよ。で北海道のそのイベント終わりにご飯を食べに行って、でイクラ丼を食べに行ったんですけど、美味しくて、その時に店員さんがおいさーおいさーそれを2人で、あの動画で撮ってました。おいさーを、あ、じゃあおじさんのやつは間違いじゃなかったよね。エブリ撮影オイサーのオイサーいくらかけられたわけだ。いくらです、ね、はい、おー、なるほどね。まあ、結成してそんな経ってないんですけども、まあ、いろんな、ね、ことをやってきたと思いますけど、まずはやっぱりこうデビューシングルですね、夢の学院効果でございますけれども、はい、はい、MV がすごい可愛いんですよね。はい、ありがとうございます。あの制服をすごい着ておりまして、はいはいはい、2人合わせてね62着です。62着着ております、はい、1人31着すごい。だからね、曲の間でもポン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 って変わってるから、はい、撮影中はもう何が何やらでしょ、だってそうですね、うん、はい、もうなんか着替え、はい、出て、はい、まだ着替え、はい、出て、着替え、出て着替え、そうですよね。あのジャンプして、はい、くるくるくるってこう2人がジャンプしてる間にこうカメラがこうぐるーって360度回るとこがあるんですよ、うん、でその間にあの2人の服がポン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 って変わるとこがあるんですよ、はいはい、そこなんかだからジャンプして、はい着替えまーすって、また着替えてみて、ジャンプで、はい着替えまーすって出てきて、私何やってんねやろと思うよ。何中なんかが分からへんけど、途中からちょっとあーって思いました意識が意識飛ぶぐらい着替えてるんです、お二方ね、すごい楽しかったです。はいね、楽しい仲良さそうなお二人と、その雰囲気とですね、あと本当に可愛らしい映像でございますのでですね、こちらは文化放送チュアイドジプラスで放送中の木戸いぶきエリーちゃんの夢の学園ドキドキ参観日というですね、片っぽにはちゃんがついてるけど片っぽは呼び捨てというこの私もこれすごい綺麗なんですよ、ね、これなんでなのかよく分かんないんです、分かんないです、ちょっと大人の方が、うん、来たら大人がそう決めたんですよねなんやねんってね言いなかったらおっちゃんが言うたるから、キングさんから出るんです、ね、メジャーお試し版 CD ということでございましてですね、皆さんにお試ししていただきたいと、はい、いうことでございますが、じゃあですね早速、曲の方お聴きいただきたいと思います、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします、はい、せーの、エブリングで夢色学院効果。
ゲストのアイドルのお二人と、ね、メイン向けにそれぞれある絵のお題が出されます。皆様ですね、自分に出されたお題の絵ですね、制限時間30秒で手元のスケッチブックにフルカラで書いてください。お互いの絵のお題を当たるために5秒の告知タイムゲットでございますと、はい、ここでございましてですね、はい、こちらにドドンとお題がございますので、どれでも好きなやつを絵引いてください。バラララルラバラララルラバラララルラ引いてました引いてました引いてましたやばい。ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしけるのはこの方々、エブリングのお二人です。どうも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 こんにちは。どうもこんにちは。はい、座んなさい座んなさい座んなさい。こんにちは。座んなさい座んなさい座んなさい。あふれんばかりの元気ですけど座んなさい。失礼します。では一人ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ木戸さんから。はい、エブリングの木戸いぶきです。よろしくお願いいたします。そしてはい、エブリングの山崎エリーと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、お二方初登場でございましてですね、なんとまだ10代のお二人。いやらしい顔しますね。10代ですよ。10何歳？6歳です。おじさん41歳になるの。負けないもん、負けないぞ。よろしくお願いいたします。ではお二方のですね、簡単なプロフィールなんか見てみましょうかね、はい、まずはどっちかでんやろうか。ドンドン。はい、木戸さん、はい、あら、趣味が綿棒集め。綿棒集めです。はい、そうなんですよ。私すごい自分の耳掃除をすることがすごい大好きな女の子でして、はいはいはい、女の子でしていろんな種類の綿棒を集めているんですけれども。そんなあります、いろんな種類。はい、黒い綿棒だったり、黒い綿棒、色ね、白い綿棒、あとドリル型の綿棒が。あー、なんかあれよね、ニコニコになってるやつね。はい、あと先がすごいとんがってる感じの、あの綿棒が。今綿棒のモノマネですよね。綿棒のモノマネ。綿棒綿棒のすごい。そうかそうか。ご自分でお気に入りとかあるんですか。あ、私はあの赤ちゃん用の綿棒っていうのがあるんですけど、すごい細長いやつなんですけど、ベビー綿棒。ベビー綿棒なんですけど、それがすごいお気に入りです。おお、そうなんや。やっぱ違うんですか、ちょっとやってみると。はい、違うんですよ。ぜひ、鷲崎さんも。はい、あ、分かりました。急にベビー綿棒のプロモーションされたんで。まあ、ちょっと試してみますね。さあ、続きましては、はい、山崎さんの私です。はい、なんすかこれ。カタカナだらけですね。趣味がハープ、はい、特技がクラシック、バレエ、フラフープ、はい、ハープってこのこれですよね。これです。ほんまにやってる。ハープほんまにやってる人の動きやと思えないですけど。すそれほんまにいくつからやってるんですか。ちょこちょこ習っていて、ちょこちょこ習ってはやめ、習ってはやめですか。問題児ですよ。なんかクラシックバレエを3歳の頃から習ってたんですけど、はい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 、でクラシックバレエでその発表会とかが忙しくて、うん、ハープをこうちょこちょこやってはやめ、あ、なるほど、ね、でもやりたくなってまたやってはやめっていうことで、はいはい、続けたかったからね、はい、そうなんです。まあでもバレエ、ハープとともにちょっとあんまよくわかんないですよね。ハープ教室があるんですね。あるんですね、世の中にね。はい、フラフープしかわかんないですね。僕ら接点フラフープのねえ、はい、フラフープね、はい、うわーって言ってわーって、ね、600回できますよ。600回もできんの。ぐるん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 やります。飽きへん。飽きません。途中でかかるんだろう。ね、3桁以上回したことは多分ないと思うんであれですけれど、はい、まあ、そんなお二方ですね、お呼びして今日はいろいろとデビューシングルのお話などを、伺っていきたいと思いますが、まずはですね、エブリングのお二人のことをより知るために一問一答にチャレンジしていただきたいと思います。気になる答えの方は後で振り返りますのでですね、お二方、木戸さん、山崎さんの順番でポンポンと答えてください。はい、それでは参りましょう。はい、質問スタート。結成秘話を教えてください。ダンスレッスンです。おこ、うん、おー、追いつかない、追いつかない。ズバリ、エブリングって一言で言うとどんなユニットですか。せーの、可愛く元気で個性的。順番や言う。順番や言うでしょ。お互いから見たお互いの印象を教えてください。ふわふわ、はっちゃけ。ではユニット内のルールなどがあったら教えてください。せーの、悩み事はすぐ相談。だからルール1個ですよ。順番にお答えください。
ではユニットの活動を通して特に印象に残ってる出来事があったら教えてください。 MV 撮影おいさなんか餅つきみたいですけどMV 撮影おいさではエイブリングとしての今後の夢を教えてください。バスツアー一つに一つにとらわれない。ではこちらの代表者がお答えください。改めてリリース情報を教えてください。はい、10月8日水曜日に私たちのデビューシングル夢色学院国が発売になります。はい、ズバリどんな曲ですか？クラシックバレエを3歳の頃から習ってたんですけど、でクラシックバレエでその発表会とかが忙しくて、ハープをこうちょこちょこやってはやめ、あ、なるほど、ね、でもやりたくなってまたやってはやめっていうことで、はいはい、続けたかったからね、はい、そうなんです。まあでもバレエ、ハープとともにちょっとあんまよくわかんないですよね。ハープ教室があるんですね。あるんですね、世の中にね。はい、フラフープしかわかんないですね僕ら接点フラフープのね、はい、フラフープね、フラフープ、うわーってわーってね600回600回もできんの？ぐるん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 やります。飽きへん？飽きません途中で ね、3桁以上回したことは多分ないと思うんであれですけれど、はい、まあ、そんなお二方ですね、お呼びして今日はいろいろとデビューシングルのお話など、伺っていきたいと思いますが、まずはですねエブリングのお二人のことをより知るために一問一答にチャレンジしていただきたいと思います。気になる答えの方は後で振り返りますのでですね、お二方、木戸さん山崎さんの順番でポンポンと答えてください。はい、それでは参りましょう。質問スタート。結成秘話を教えてください。ダンスレッスンです。おこ、おお、追いつかない、追いつかない。ズバリエブリングって一言で言うとどんなユニットですか？せーの、可愛く元気で個性的順番や順番や言ったでしょ。お互いから見たお互いの印象を教えてください。ふわふわはっちゃけではユニット内のルールなどがあったら教えてください。せーの、悩み事はすぐ相談。だからルール1個ですよ、順番にお答えくださいではユニットの活動を通して特に印象に残ってる出来事があったら教えてください。 MV 撮影おいさなんか餅つきみたいですけどMV 撮影おいさではエイブリングとしての今後の夢を教えてください。バスツアー一つに一つにとらわれない。ではこちらの代表者がお答えください。改めてリリース情報を教えてください。はい、10月8日水曜日に私たちのデビューシングル夢色学院国が発売になります。はい、ズバリどんな曲ですか？あの明るくてみんなが楽しめる曲です。はい、はい、こんな元気な効果はありません。レコーディング秘話があったら教えてください。バリエーションハイテンションで歌う。では最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんにメッセージをお願いします。あの、よろしくお願いいたします。今かい、多くの皆さんに知っていただきとうございます。とうございます。はい、終了。一個ずつ聞いてみますけども、結成秘話がダンスレッスン、うん、これどういうことでしょう？ダンスレッスン、はいはい、あのデビューする前に事務所であの、うん、ダンスレッスンを受けていたんですけれども、うん、その時に私たち二人で、うん、あのストレッチをね、うん、あのそうそうしていたんですけど、あんまりにもキャッキャキャッキャしてて、うん、でもなんかねテンションいっぱいになっちゃって、うん、で終わった後に木戸山崎ちょっと来てって言われたんですよ、うん、あ、怒られるなって、うん、そう思って、うん、で行ってみたら、うん、こうエブリングとして、うん、こうなんかこう二人でユニットを組みますよというお話をいただき、うんうんという流れでございます。はいはい、怒られてへんねや怒って言いましたけど、ほんまは怒られてないんですね。怒られてない、ね、怒だと思った怒だと思った思っ、どうしようかな。ユニットの活動を通して特に印象に残っている出来事があったら、木戸さんが MV 撮影、山崎さんがオイサーということです。はい、MV 撮影、はい、はい、長野県で、ミュージックビデオを撮ったんですけれども、うん、2日間かけて、撮りまして、はい、すごい2日間ずっと、エリーちゃんと一緒に入れたのがすごい嬉しかったです。おーおーおー、うん、
仲良しなのね、ユニットでね。なんか夜寝るホテルとかでも、あの2人とも別々の部屋だったんですけど、ちょっと遊びに行きたいなって思ってて、でもちょっとエリちゃん、ちょっと寝ちゃったし、矢崎さんはもうその時点ではお休みだったわけだ。寂しいね。うん、でも、もう寝ちゃってたんです。あれどっちがお互い寝ちゃってたんです。誰が行こうとしたの。え、ごめん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 、3人目のエブリングが出てる可能性が俺今。え、女中ストリック、バカ違うやん。お互いよく寝たってことでいいかな。はい、おいさーは何。あのですね、エブリングで初めてイベントを行ったのが北海道だったんですよ。で、北海道のそのイベント終わりにご飯を食べに行って、で、イクラ丼を食べに行ったんですけど、イクラ丼、美味しくて、その時に店員さんがおいさーおいさーそれを2人で、あの動画で撮ってました。おいさーを、あ、じゃあおじさんのやつは間違いじゃなかったよね。エブリ撮影、おいさーのおいさー